こんにちは、マニーライフハックチャンネルです。人生勝ち組資産3000万円というテーマについてお話しします。1、はじめに人生勝ち組の定義。勝ち組とは何か。金銭的成功以外の価値観、資産3000万円の象徴する意味。2、資産3000万円が人生に与える影響。安定した生活基盤の確保、老後の安心感。3000万円があればできること投資、不労所得、選択肢の広がり。3、資産3000万円を達成するためのステップ。収入を増やす、支出をコントロールする。投資、資産運用の重要性。4、資産3000万円を超える価値観。経済的自由の実現。お金以外の豊かさ、時間、人間関係、健康。5、欲ある誤解とリスク管理。3000万円がゴールではない理由。インフレや市場変動に対するリスク、無計画な使い方の弊害。6、成功者の例と教訓。実例をもとにした資産形成ストーリー。成功した人々の共通点。7、まとめとこれからの展望。資産3000万円がもたらすもの。個々の人生における勝ち組の最定義。1、はじめに人生勝ち組の定義。人生勝ち組とは、時に議論の的となる表現ですが、一般的には経済的、社会的、または個人的な成功を収めた状態を指します。ただし、この定義は人によって異なり、何をもって勝ち組とするかは主観的な判断に委ねられる部分も多いです。勝ち組の多様な定義。1、経済的成功。安定した収入や資産、借金のない生活を持つことが勝ち組とみなされることが多いです。特に資産3000万円は金銭的な余裕を象徴し、経済的自由の第一歩とされています。2、社会的成功。社会的地位や影響力を持つことも勝ち組の一つの要素です。例えば、職場での昇進や企業による成功などが挙げられます。3、個人的成功。自分自身が幸せで満足している状態もまた人生における成功といえます。ここでは健康、人間関係、趣味の充実などが重要な要素となります。資産3000万円の意義。資産3000万円は特に日本において経済的安定を象徴する数字とされています。この金額があれば以下のようなメリットが得られる可能性があります。老後資金の確保、公的年金に加えて余裕ある生活が可能、リスクへの対応、突然の失業や病気に対する備えができる、ライフスタイルの選択肢、仕事を減らし自分の時間を増やすことが可能。こうした背景から、資産3000万円を持つことが人生の大きな節目や目標として位置づけられることが多いのです。2、資産3000万円が人生に与える影響。資産3000万円を持つことがどのように人生にポジティブな影響をもたらすのかを掘り下げます。1、安定した生活基盤の確保。資産3000万円は仕事のプレッシャーから解放される要因となることがあります。この金額があれば仕事を減らす、またはフルタイム勤務をやめることを選択肢に入れる人もいます。生活費のカバー。年間生活費が300万円と仮定すれば、3000万円は10年分の生活費に相当します。これに年金や投資の収益を加えれば、さらに長期間の安定が期待できます。ストレス軽減。経済的な不安が減ることで健康や精神状態が改善されるケースが多いです。2、老後の安心感。老後の生活に必要な資金を確保するのは多くの人にとって重要な課題です。総務省の調査によると、夫婦2人の老後生活には月々約25万円が必要とされています。この金額をもとに計算すると、3000万円の貯蓄は十分に安心感をもたらします。医療費や介護費の備え。年齢が上がるにつれ増える医療費や介護費にも対応可能。自由な生活設計。定年後も趣味や旅行を楽しむ余裕が生まれる。3、資産3000万円が可能にする選択肢。この資産額は個人のライフスタイルや目標に応じた選択を可能にします。不労所得の追求。投資により年間 35% の利回りを得られれば、年間90万150万円の収入が期待できます。キャリアチェンジや独立。安定した資産を持つことでやりたい仕事や趣味に挑戦することが可能です。3、資産3000万円を達成するためのステップ。1、収入を増やす。キャリアアップ。昇給や転職を通じて収入を増やすことが重要です。特にスキルアップや資格取得は収入向上の近道となります。副業や投資。最近では
フリーランスや副業での収入源を増やす人が増えています。さらに資産運用による収益の積み重ねも重要です。2. 支出をコントロールする。固定費の削減、家賃や通信費などの固定費を見直すことで大幅な節約が可能です。浪費の抑制、不必要な買い物や贅沢品の購入を減らすことで資産形成を加速できます。 3. 投資、資産運用の重要性。株式や投資信託、長期的な視点で株式や投資信託に資産を振り向けることが推奨されます。不動産投資、安定した収益を期待できる不動産も魅力的な選択肢です。